横浜駅で布団ちゃん的ナンバーワンお店は、あの、これよく聞かれるときに毎回答えるんだけど、デンベっていうところの、あの、鶏皮をぜひ食べてください。本当に食べてください。本当に美味しいんで、本当に美味しいんで食べてほしい。鶏皮、鶏皮がマジで美味しいんですよ。デンベマジで美味しいんです。これ、あの、3回目なんですけどいいですかこれ、3回目なんでいいですかちょっとこれ、あの、毎回これ、 あの、ちょっとこれね、あの、何が美味しいって、あの、5回つけて、え、違うな。<laughs> 忘れてた。あの、タレにつけて焼いて、タレにつけて焼いてを3日間、あのー、やってるんです。はい。鶏皮を。腐らないんですよ、それが。めちゃくちゃ美味しいんです、これが。 これなんですけど、この、ちょっとこれ。ちょっとっ画質がよくねえな、ちょっとっあの画像で。これっすね。うん。ワイプがでけえから、ちょっと待って ちょっと高いかもしんねい。ちょっと高いかもしんねいんだけど、これですね。これですね。これが、鶏皮3日5回炙り。皮をタレにつけては焼くを3日間5回炙ってるんですよね。これ、横浜でんべの2店舗あるんですけどもあの、本当にこの焼き鳥の皮食べたら他の皮、 食えなくなりました。マジで。本当に食えなくなりました。横浜です。はい。横浜。3日の意味があるの。でも、明らかにみんながさ、普段食べてる焼き鳥の皮じゃなくないこれ。ぼんじりみたいになってないこれ。いくらいくらだろういくらだろうちょっと待ってて。いくらでしょうか ね、ここはね、あのー、すんごい美味しかったんですが、まあ高いの、これメニューかなメニュー、料理。全然、食べログのメニュー見づら。<laughs> あ、でも安いじゃん、ほらあれだわ、160円だわ。160円だ。別に、まあ良くない よくないえだってあれで鶏きより良くないうんただ1本だな1本だよ確かにあの焼き鳥って2本であの1セットみたいな感じになるかもしれないけど確かにねでこれであの22時とかに行くとあの売り切れてる場合があるんで本当の17時か18時にあの開店なんですけど、えーまあ、早めに行くことをお勧めしますはい でもちろんレバーもめちゃくちゃ美味しかったんですが、あのー、何でも美味しいです、本当にここは。はい。何でも美味しいです。よくあの会社の連中と言ってましたね。こういうとこにね。えー。はい。1 0一1本160円高いよ。上級国民の食い物。 でもさ、あの、会社員になってさ、手取りで20万円ありました。家賃7万円でした。携帯、ガス、まあ、そもろもろ払って、11万ぐらい手元にあります。うん。だって <laughs>、うん。ねえ。まあ、そんな、そんな、まあ、どうなんだろう。普通ぐらいなんじゃないかなと思うけどな。 普通ぐらい <coughs>、えー、名古屋で店行ったけどめちゃめちゃ咳き込んじゃったまあ辛い人は苦手な人はねそうかもしんないねはい1か月の食費はどんくらい2万か3万ぐらいじゃねえかなその外食したりとかを 抜いたら多分2万か3万ぐらいじゃないかな多分うんいやそう本当だよだって俺ご飯炊いてんだよ俺昨日ってご飯炊いてるし俺だってご飯炊いたらさそんなもんじゃないのだっていやあの外食あれだよなんか友達とかと飯行ったりとかしたのは抜いたらねそ,うらそしたらでっ一回飯行ったらだってね 体はそんな分かんねえわそれはいやマジで,でもそんぐらいだよ本当に自炊したらそんなもんだようん逆に何じゃあみんなその2万3万以上なの逆に飯代が月になんでそんな分かんのってコンビニ弁当ばっか食べてじゃないのそれ コンビニメント食べたらだって1日1000円いくわ、それは。うんうーん。そうなんだ。俺もう米炊いって、で、なんか、昨日食ったらなんだっけな。俺昨日、あの、カブと、人参の、なんかあの、ちょっとごまナムルみたいなのあの、つけてあってさ、それを食べて、あとは、視聴者からもらったふりかけで、はい。 ですね、うんうん <laughs> 食品にそんだけ使って金ないとかそれみんながみんなじゃねえからなすべてがあのさっきのやつみたいだと合うんじゃねえぞそんな。